内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお届けする30分でございます。もう秋も深まってまいりまして、というかもうちょっとね、冬もちらほら見えるぐらい寒くねなってきてますけど、今日ちょっとまあまあまだマシな方だったのかな、寒さ的にはね。まあでも紅葉シーズンで皆さん各地いろいろ見に行ってらっしゃいますか？私あの先週ね話してました南禅寺とか栄冠堂とか行ってきたんですけれども、先週末はですねイベントでライブでですね、牧野の滋賀県の牧野のメタセコヤ並木、そして京都府の井手町の方で2日続けてね、本当にもう大自然の中で歌わせていただいたんですけど、2日ともすごく天気が良くて、メタセコヤ並木はね、私以前1月頃かな、冬の雪が降ってるようなシーズンに行ったことがあったんですけど、今回は紅葉シーズン、もうすっごい人、びっくりしました。本当にびっくりしました。あのね、観光バスがどん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 やってきて、歌いながらね、歌いながらとか MC でどこから来はったんですかとかいろいろ聞いてたら、もう全国各地、さらには海外の方まで、香港とかいう方もねいらっしゃってね、はあ、まあそんなにね有名スポットになってるんですよね。まあすごい綺麗なんでね。まあ井手町の方は昨年はね12月に私ライブさせていただいて、結構その時は紅葉してたんですけど、今回はもうちょっとまだもう一歩って感じでしたね。まだグリーンが多かったかな、でもすっごい青空が広がって大自然の山をバックに歌わせていただいて、はい、とても気持ちよく歌わせていただきまして、たくさんねお越しいただきましてありがとうございました。はい、また今週末からもいろいろライブが目白押しとなっておりますので、新しいライブのねお知らせもありますので楽しみにしていてください。さあ今週も生放送でお届けしております。今日のメッセージテーマは、もうこんなシーズンでございますよ皆さん、大掃除のスタートはどこから、これが今週のメッセージテーマでございます。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 番です。たくさんのメール、ファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に、サイン入りアメリカンポストカード、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れのないに書いて送ってきてくださいね。大掃除のスタートはどこからでございます。はい、それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。辛い足元の冷え、キルガン万浴 BS ファインのレッグウォーマーはただふくらはぎにつけるだけで足湯のようにじんわりじわじわ温める。サンプル付き無料商品カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田彩アルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。まずは1曲お聴きいただきましょう。内田彩で Take Me Home Country Roads。 Country Roads Take Me Home。
KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキル岩盤浴 BS ファイン。寒くなってくるとね、やっぱ部屋も乾燥してくるんですよね。寝てる時とかに皆さんの喉カラカラになってる人とかいらっしゃいませんか？私はやっぱり歌を歌うので喉っていうのはもう多分人一倍気にしてる方だとは思うんですよね。自分でもね思うんですけれども、やっぱりこう寝て起きると喉がちょっと乾燥しちゃってる、やばいっていう時は少なからず皆さん経験があると思うんですけれども、そんな時にね、マスク BS ファインのマスク、私これに出会ってから本当に助かっております。このシーズンその寝起きのこの喉のカラカラに悩まされている方はぜひ特に聞いていただきたいでございます。はい、というわけでですね、今週もこの方とお電話がつながっております。 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野道俊さんです。もしもし、こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや社長、私 BS ファインのねマスクに出会ってからこの乾燥シーズン、はい、とっても助かっておりまして、この BS ファインのマスクっていうのは何なんでしょうか。普通のマスクとなんか違いますよね。あ、違いますよ。やっぱりやっぱりなんか違いますよね、普通のマスクと。違います。実はこれ BS ファインの、はい、糸が入ってるマスクなんですね。ああ、もちろん、まあ、BS ファインが組み込まれてるマスク。はい。で、もともとですね、このマスクは、はい、実は花粉症だったと言われるお客様がですね、はい、インナーウェアを着てたらなんか花粉症が楽になったというお話がありましてね。あ、インナーウェアを着てて花粉症が楽になった BS ファインの商品、はいはいはい。でそんなことないだろうっていう話から、はい、でもいやマスク作ったらいいんじゃないかということでマスクを試作をして作ったんですね。あ、なるほど、はいはい。で当時携帯サイトがあったので今のようなサイトじゃないんですけどね、はい、それで、250名ぐらいの会員の方が言ってモニター希望者ってやった瞬間に、はい、10分ぐらいで20数名集まったんです。おそれで、20名ぐらいの方にモニターをしていただいて、はい、それで集まってお話を聞いたんですね、はいはいはい、
そしたら私は昼間花粉をブロックするマスクがいいと思ってたんですが、はい、皆さん夜が良かったという話だった。あ、花粉悩まれてる方、特に私も花粉症でもあるんですけど、確かにベッドに入った時とかもすごい出るんですよ。もうくしゃみとか鼻とか目が痒くなったりとか、いろいろ辛いんですよね、鼻詰まったりね。で特に内田さん鼻詰まりが、ね、はい、辛いという話になって、うん、それで急遽、はい、夜専用お休みマスクに作り変えたんですね。なるほど。そこからスタートなんです。で、やっぱりお休みの時に耳が紐で痛くなるとかね。あ、マスクして寝る方もいろんなね、市販のマスクとかでもちょっと耳の締め付けが気になったりとか、苦しいとかね、ありますよね。一般的な使い捨てのマスクの場合、どうしても肌が肌がザラついたりカサカサになってしまう。で、実は市販のマスクほとんど全部買ったんです。あ、いろいろお試しに、はい、研究するために、はい、それから、たまたま私ども研修生が一部いるのでベトナムから来てたんですね、はい、あ、ベトナム、はい、はい、でベトナムに年に1回ほど行くんですが、はい、当時はバイクがほとんどで、今は車が多いんですけどね、うん、皆さんマスクをしてたんです。あ、なるほど。それもさまざまなマスクをされてたんですね。オリジナルのそれぞれのマスクを、フルフェイスであったり、はい、もう耳まで隠すようなマスクであったり、いろんな形状のものがあったんです。はい、それで市販されてても本当に当時10円20円だったんですね、うん、1枚が、はい、でそれもまたたくさん買ってきて、はい、それでマスクの形状を決めて、はい、今のマスクの一つ前の形になる。ああ、なるほど。最初のバージョンですね。で、それから少しだけこう変えて、最初ちょっと鳥のくちばしみたいになったので、はいはいはい、今のマスクの形状になったんですよね。うーん、で実はこのマスク、はいはい、内側がちょっとグレイッシュな BS ファインの糸なんですね。はい、表側は、淡いブルーと淡いピンクなんですけども、ね、2カラーあるんですよね。はい、で呼吸をされると、うん、生地に呼気が当たりますよね、はい、そうすると呼吸って大体、32、3度あるんですね。うん、それぐらいなんですね、うん、BS ファインの糸が温められて、はい、より効果的に、はい、こう鼻の周り口の周りを温め保湿してくれるということが分かったんです。なるほど。あ、温めたら結構鼻のなんか詰まりもだいぶ改善される気がしますね。そうですそうです。温まることによって多少巡りもやはり良くなるので、うん、ですからモニターで集まってお聞きしたら、はい、鼻詰まりをしなくなったと喜んでいただいたんですね。なるほど。ところがそれだけではなくして、やっぱり保湿効果があるので、はい、肌のかさつきが全くないとか。あ、なるほど。肌の方までこう結構プラスに働いて、多分ずっと内田さんにもつけていただいてますけども、はい、肌荒れとかないと思うんですね。そうですね、私肌綺麗ですよいい感じで保ててますよはい、はい、から耳ひもの部分、留め具は婦人用のブラの留め具とか。あ、なるほど。実はこれ私ども今年でも46年間肌着を作っているので、はい、肌着の技術をギュギュッと凝縮したマスクなんです。うわ、豪華。なるほど、そういうことか。だから全面締め付けとかがないんですよね、はい、だいたいこの寝るときにつけるマスクっていうのは、嫌な方っていうのはやっぱ耳のところの当たって気になるとか、ちょっと締め付けがあるから、はい、息が苦しいから嫌だっていう方がだいぶ大半だと思うんですけど。そうなんです。私もいろんなマスクを、過去してきたんですけど、 BS ファインのマスクに出会ってからはもうこれ一本ですね。浮気なしですね。 ありがとうございますだから実はそういう方がとても多いんですね。で、レッグウォーマーとかウエストウォーマーがよく売れてるんですが、はい、実はこのマスクも年間1万枚近く売れてるんです。わー、すごい。だからリピーターの方がとても多いんですね。だいたいこう 2,3 個持ってたら、毎日こうシャシャッと洗って干しといたらまた使えるって感じなの で、私もそんな感じで。乾きますからね。そうなんですよね、ローテーションしながらって感じで使わせていただいてますね。それから BS ファインって抗酸化機能があるので、あー、なるほど。1日つけてても匂わないと思うんですよ。はいはいはい、そうですね。普通布のマスクって、ちょっとつけて、ちょっと放置してまたつけると匂って、うん、そうですね、そういうことありますよね。
なるほど。だから本当に、まあ、内田さんのようにシンガーの方とか、はい、実は私ラジオによく出ておりますので、はい、試合のアナウンサーの方はもう 80% から 90% わ、やっぱり喉使われる方、そうです。で今まではあのタオルを巻いて寝てたとか、うんうんうん、皆さんすっごい涙ぐましい苦労されてたんです ね、 そうですね。確かになんか気持ちわかります。自分に合うなんか、ね、喉を守る方法はないのかっていろいろ考えますからね。だからほとんど皆さんそうされて、やっぱり風邪を冬ひかなくなったと言われる方が多いですね。そうそう、あのやっぱりこの乾燥、喉の粘膜が乾燥するとウイルスが、ね、はい、侵入しやすくなったりするので、はい、やっぱり寝てる時って大体皆さんよく考えてみてください。口開いてますよね皆さん大体口ね、そこからね風邪ひいちゃってっていう方すごく多いと思うので。そうですね、はい、ですからもうこのマスク本当に花粉の時期だけでなく、はい、例えば夏は冷房で乾燥したりですね、そう、あとホテルとか飛行機の中とかもすっごいおすすめです。だから本当に皆さんいろんな場面で使われて、はい、なんか全身 BS ファイン時々あの私街角で見かけるんですよね。やっぱりレクを回されてたりだとかいろいろ ね、もう本当に嬉しくなりますね。あ、いろいろね社長お便りも来てまして、この方はラジオネーム、はい、ヒロさんは、寒くなり膝に違和感があり BS ファインのレッグウォーマーロング、そしてルームウェアを上下でゲットしました、5本指のソックス、あとあのあったかキャンペーンですね、これもゲットされたようで、早速屋外の仕事でソックスとレッグウォーマーロングを履いております。膝も違和感が和らぎ階段の上りよりもスムーズになりました。ルームウェアは寝巻きにしております。社長さんに感謝です。これからもいろんな商品開発を楽しみにしています。 BS ファインファンよりというふうに来ておりますね。 ありがとうございます、まあ、本当にこのマスク以外もいろんな、ね、商品ありますもんね。そうですね、はい、ぜひねあのサンプル付きのカタログを、ね、お申し込みいただければと思います。そうですね、はい、この BS ファインの、ね、商品、このお休みマスクはですね、ちなみに M サイズと L サイズ、ブルーとピンクの2色ございまして、1枚2160円、そして2枚組の方が3780円となっておりまして、もう洗って何度でも、ね、使えるので、本当にあの使い捨てとかよりも私はすごく本当におすすめですね、はい、あの結果としては経済的だと思いますね。あと私も、はい、そう思います、はい、ぜひ皆さん一度ねゲットしていただけたら、使っていただけたらね、もう実感していただけると思いますので、よろしくお願いします。そして、メンズやレディースのねいろんな商品、ルームウェアとかもありますし、レッグウォーマーだと、あと毛布とかね、本当に敷きパッドとかもありますので、まあ、いろんな商品が載っている無料の商品カタログがございます。こちら請求いただきますとサンプルリストバンド1枚セットでお送りいただけますので、まずはお電話よろしくお願いいたします。電話番号申し上げますね。キルガン番浴 BS ファインのお問い合わせ先です。 0120-259-789 0120-259-789カモ繊維までお問い合わせください。そして今今月末まであったかキャンペーンをねしてらっしゃるということなので、はい、いろいろノベルティーなんかももらえるね、もらえる感じになっております。あとさらに明日から12月4日の火曜日まで西宮阪急の1階で BS ファインの体感販売会が開催されるということですので、実際ね手に取って商品も見ていただけますので、西宮阪急明日からですね1回ぜひ行ってみてください。はい、ということでまた社長いろいろお話また来週も聞かせてください。ありがとうございました。失礼します。KBS 京都ラジオから生放送でお送りしております内田彩 J カントリー。今週のメッセージテーマはですね、大掃除のスタートはどこからですね。ちなみに、内田家は全然しておりません全然してないんですけど、結構皆さんでも始めてますっていう方も多かったりして、素晴らしい素晴らしい。高校野球とゴジラ大好き芸人さん、テレビや DVD スピーカーなどの AV 機器周辺です。テレビなどの背面はホコリがたまりやすいのでしっかり掃除して、コードやケーブル類も一旦抜いてさっと拭いたり、あとラックの中も CD や DVD などを取り出して拭き掃除、だいたいいつもその辺から始めてますね。そう、テレビの裏とかね、ちゃんとあのホコリ取っとかないと、ちょっとショートした時とかも怖いですもんね、うん、意外とここら辺って大事な部分だと思います。ナミッペ大好きさんは、最初に車掃除をします。車からピカピカにしますと。あ、そうか、車からか、家の中ではなしに。
この方は水星師のマスターさん、大掃除はトイレからやります。トイレをきれいにしていると金運が良くなると聞くのでトイレからやります。トイレ掃除大切大切。田舎のくまさんさん、大掃除は換気扇から始めます。実は毎年大掃除は10月の下旬から始めています。その時に換気扇の掃除をしますが、寒くなくてはかどりますと。あとは時間のある時に部分的にしています。先週は家のカーテン洗いました。数年前からこの方法でやって12月は少しだけ楽ができます。なんかね、そう、大掃除一番ベストは秋頃って言いますよね。もうだから今もうだいぶ寒くなってきてるから、この田舎の熊沢さんがおっしゃるように10月ぐらいが実はベストなんでしょうね。窓開けながらね、そんな寒いとか思わずできますもんね、掃除ね。三重県のユッキーさんは、あ、この方も車の洗車からです。1年間の安全に感謝し、身を清める思いで丁寧に洗車します。その次は包丁研ぎです。うちは鋼の包丁を使っているので、研げば研ぐほどよく切れます。ここでも心が洗われます。なんか掃除してる時とか、まあ、包丁研いで貼る時もそうなんでしょうね。心がちょっと無になりますもんね。ね、なんかそれが いろんな意味でこう心洗われる感じなんでしょうか。うん、カズラのトーシーさん、私は網戸と窓の掃除を始めます。窓の数が多いので1日がかりです。あら、どんな家に住んでらっしゃるんでしょうか。琵琶湖さん、私は毎年必ず冬でも暖かい日があるので、その時を逃さずに外回りで窓拭きや溝の掃除をしますよと。外回りを済ませたら、あとは室内の水回りや拭き掃除です。普段から気づいたら掃除してるので、あまり大掃除という気がしません。もうこういう方素晴らしい、尊敬しますね、尊敬します。はい、まだまだ来ておりますけれども、引き続きお付き合いください。内田屋 J カントリー。辛いお腹の冷え、ヒル岩盤浴 BS ファインのウエストウォーマーはただつけるだけで岩盤浴のようにお腹を温め、朝までぐっすり眠れます。サンプル付き無料カタログのご請求は今すぐ 0120-259-497 カモ繊維まで。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田屋オフィシャルウェブサイトにて。内田屋 J カントリー、さあさあさあ、内田屋 J カントリー、今週末もね、あのライブがございます。ゼストお池、ゼストお池の五湖町音楽広場にライブという形でね、出演させていただくんですけれども、12月1日土曜日12時50分から、ゼストお池の五湖町広場で歌わせていただきます。もちろん観覧無料となっておりますので、ぜひいらしてください。そして12月7日金曜日は夜7時から、東山区 の東大路通り新橋アガールのシルバーウィングスさん、ライブハウスですね、こちらでブッキングライブ出演させていただきます。予約1500円プラスワンドリンク、当日は2000円プラスワンドリンクとなっております。はい、そして新しいお知らせいきましょう。12月16日日曜日、今年もありますよ、 KBS ホールでサンクス67開催されることが決定いたしました。で、私もまた出演させていただきます。はい、12月16日日曜日 KBS ホールね、朝9時30分オープンで、朝一もありますし、あの森谷さん、森谷アナウンサーであったり、ほかほかラジオの浩平さん、カオルさんも登場されたりね、もう盛りだくさんとなっております。私はね、午前中歌わせていただきます。また詳しくはね、発表していきたいと思います。そしてね、この日ね、同じ日なんですけれども、午後の2時から富士の森神社の手作り地に、私こちらの方でもライブさせていただきますので、はい、富士の森神社手作り地2時からとなっておりますので、またこちらの方もね、よかったらいらしてください。そして内田屋の CD がですね、 iTunes、Amazon、 あと大垣書店、イオンモール京都店さんや十字屋の三条本店さんでもゲットしていただけますので、はい、アルバムがドドンとあります。内田屋、あやひらがなでね、検索してくださいね。検索されるときよろしくお願いいたします。さあ、来週のメッセージテーマ言っときましょう。来週はですね、これでございます。我が家の冷蔵庫の中身は、我が家の冷蔵庫の中身はね、あの大掃除とかしてたら、冷蔵庫掃除したら、もうこれ何年前やっていう調味料とかね、もう何十年ものとかが出てきたりするじゃないですか。まあ、そんなものの話だとか、
常にこれは絶対欠かさず冷蔵庫の中入ってるよっていうものとかね、とりあえず皆さんちの冷蔵庫の中身についていろいろ教えてください。我が家の冷蔵庫の中身はです、メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 ファックスは0754312300、また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に、今月からねプレゼントもチェンジしておりますけれども、サイン入りアメリカンポストカード、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れのないに書いて送ってきてください。さあまだまだいきましょうかね。お掃除ね、お掃除ね、どこからスタート、この方はヒロリンさん、大掃除は外の窓ガラスと台所からしたいですと。12月繁忙期になるのでできるかな、まあ、まだですね、これからって感じですよね。ブーニャンさん、大掃除なんて言葉我が家では主語でございます。もう使わないと。そやから大掃除なんてしたことがありません。強いて言えば年末に換気扇の掃除をするくらいです。まあじゃあ常にこう掃除してはるということにしときましょうしときましょう。ひーちゃんさん、この方すごいですね。今年はクローゼットから始め換気扇、カーテン、洗濯槽、ベランダ洗いと順調に進み、先日無事今年の大掃除は終了しました。終了しました。お風呂とキッチンは毎日使った後に掃除をしているので大掃除の必要なし。実は年賀状も完成させました。あとはお餅つきとおせち料理を作るだけ。あやちゃん良いお年をともう涙出そうですね。そんな人いるんですかっていう、素晴らしすぎでしょう。めぐりあいさん、年末大掃除5日前にとそして昨日とカーテンを洗いました。カーテンってねめっちゃ汚れてるんですよね、実はね、ほこりとか溜まっててね。いやこれはちょっと外して洗うべき、うちも洗わないとな。アンさん、大掃除は窓ガラスからします。新聞紙を濡らし拭きます。時間があればレンジ周りをしたいです。そこら辺もね気になりますね。マリッペさんは、水回りからですねと。徳兵衛丸さんは換気扇から。意外と結構換気扇からって多いです。換気扇って強敵ですよね、ボスですよね、ラスボス。ジンさん、大掃除はまず断捨離から始めて換気扇の掃除をした後風呂掃除ですね。換気扇ね、やっぱり換気扇。お化けのキューちゃんさん、お掃除は水回りの台所からやっていますと。トワイライトムーンさん、換気扇の掃除。森山塾さん、本の整理。年間50冊以上ハードカバーを読んでいますのでだいぶかさばってきました。いざ整理しようとしたらまた読んでしまうのでなかなかはかどりませんがと。なるほどね。ひろゆきさん、大掃除の取っかかりはよしやるかの掛け声ですねとまずそこからね、意気込みからね。なるほど。この方は天野純さん、自分の部屋ですと。基本自分の部屋しかしないですと。なるほど。名古屋の高橋さん、キッチン。徳ちゃんさん、家は家内に任せて。なるほどなるほど。鴨川ギャルさん、カーテン。彦根城太郎さん、網戸と窓ガラス。トワイライトジュックマンさんは庭のお掃除。他にもですね、赤い豆柴さん、街中スキップさん、イージーライダーさん、などなどのメッセージ、今週もありがとうございました。ということで今週の土曜日は12時50分からゼストイゲ五湖町広場でお待ちしております。内田彩でした。また来週5時30分に会いましょう。バイバーイ。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りしました。